クアナ・パーカーは19世紀後半のアメリカインディアンの指導者である。コマンチェ族インディアン州長ペタの粉とヨーロッパ系アメリカ人女性シンシアアン・パーカーの息子であり、クアハディ・コマンチェ族最後の州長になった。クアナ・パーカーの母、シンシアアン・パーカーは1830年代にテキサス東部に入植した大家族パーカー家の一員だった。 1836年に、今日のテキサス州グロースベックに近いパーカートリデーの、コマンチェ族の襲撃時に同族によって捕らえられた。ナドゥアというインディアンの名前を与えられ、コマンチェ族ナコナバンドに養われた。その後、コマンチェ族戦士で、メキシコ人捕虜だったのコニーと結婚した。クアナ・パーカーは、最初に生まれた息子だった。他にも息子ペコスと娘、トプサナが生まれた。 1860年、シンシアーアン・パーカーは、ピース側の戦いの時に、ローレンス・エスロスが指揮する、テキサス・レンジャーズに捕獲された。ロスの部隊が攻撃した時、ペタの粉やクアナ・パーカーなど、男性の多くは狩りに出ていた。彼らは戻ってきて、戦闘の跡を見つけ、生き残ったものが少なかったので何が起こったか情報を得るのが難しかった。一方、シンシアーンは、 元の白人の家族の元に戻ったが、コマンチェ族と長年過ごしたために別の人格になっていた。しばしば夫の元に戻してくれるよう要求したが、その許可は得られなかった。トプサナが1863年に病気で死んだ後、シンシアンは職を断って1870年に死んだ。ピース側の戦いから間もなく、ペタの粉は焼けになり、 冷酷な男になったと言われた。後に、アパッチ族に対する襲撃時に負傷した。すでに健康を害し、古傷にも悩まされたペタの粉は、間もなく死んだ。その生前にクーアナに、母が白人から捕まえてきたものであることを伝えた。この事実が明らかになったことでクーアナは根欠であると種族の、他の者から下げすまれるようになった。 の粉の死によりそのバンドは分裂した。クアナは、デスタニューカバンドに加わり、ワイルドホース州長がクアナを非語下に置いた。クアナは、戦士として、かなり優れたものになったが、デスタニューカバンドの中では、居心地が悪かった。クアナはバンドを離れて、他の種族の戦士と共にクアハディバンドを形成した。クアハディバンドは、数が増えて、コマンチェ族のバンドの中では、 最大となり、しかも最も悪な高くなった。クアナは、クアハディバンドの指導者となり、数年間はバンドに属する、者たちをうまく率いていた。1867年10月、クアナは、メディシンロッジで、コマンチェ族の首長たちと会った。クアナは、オブザーバーの立場だったので発言しなかったが、メディシンロッジ条約に署名しないことについては態度を、明らかにした。 他のバンドが署名する中で、クアナのバンドだけは自由だった。1870年代初期、平原インディアンたちはその土地を巡る戦闘に、敗れていた。カイオワ族州長のサタンク、アドウエッタ及び、サタンタが捕まえられた後、カイオワ族、コマンチェ族及び、シャイアン族は、合同して何度か戦った。アメリカ軍のラナルド・エス・マッケンジー大佐が派遣されて、 居留地に入らないインディアンをすべて根絶するように命令された。1874年、テキサス州のバンハンドル地区で、イサタイというナノコマンチェ族予言者が、核部族を呼び集めて、数人のバッファローハンターが活動している、アドビンウォールズを襲わせた。クアナは、カイオア族の州長ビッグボーと共に一体の戦士を、率いた。この戦闘でクアナは2発の弾を受け、 死ぬ寸前まで行った。クワハディコマンチェ族は、食料源が枯渇し、軍隊からは常に圧力を受けていたので、1875年に、ついに降伏し、オクラホマの南西部にある、居留地に移動した。オクラホマのキャッシュにあったクアナの家は、スターハウスと呼ばれた。ステークト平原すなわちリャノエスタカードの部族では、 巨留地に入った最後のバンドだった。巨留地では、クアナが、全コマンチェ族の州長に指名され、強力で、才覚があり有能な指導者になった。クアナは、投資に関しても懸命であり、おそらく当時のアメリカで最も裕福なインディアンになった。クアナは、白人文化の多くを取り入れ、白人にも尊敬された。セオドアル・ウズベルト大統領と狩猟旅行に行ったことも、 あった。それでもネイティブアメリカン教会運動の進める一夫一夫制や伝統的なプロテスタントのキリスト教を拒否した。クアナには5人の妻と25人の子供がおり、ネイティブアメリカン協会を設立した。息子の一人ホワイト・パーカーはメソジスト教会の牧師になった。今日クアナ・パーカーとして知られるものは、性が不明な場所、時、文化から出てきた。 人の識別は一つの言葉。この場合は、クアナだけでよかった。クアナの家族の交渉では、クアナとは、コマンチェ語で、タカを意味する、クイ以内が、英語風に生まったものだということである。クアナは、タカのような戦士かつ指導者であり、その人々を南部平原での自由な生活から、新しい囚われの秩序の中に適応させるときのビジョンを持っていた。 コマンチェ族の高とテキサス州の牛追いとの間に育った信仰はそれにふさわしい注意を引くことのなかった歴史の一部である。クアナ・パーカーとサミュエル・バーク・バーネットの家族間に育った得意な友情の物語はパーカー家からバーネット家に渡った文化的所産の姿に表されている。クアナの戦いのやりほど重要な文化遺産の贈呈は 軽々しくなされるものではなかった。それは、バーネット家がクアナ家から見られていた高い尊敬の明らかな印だった。クアナとサミュエル・バーク・バーネット及びその息子、トム・バーネットとの間に交わされた書簡はこれら伝説の人物の間に存在した相互の称賛と尊敬の関係をはっきりと映し出している。1875年以前のクアナが若い時に、 ついてはほとんど知られていない。1850年頃のいずれかの時点で、クアナは、コマンチェ族戦闘派集長ペタの粉の息子として、この世に生を受けた。クアナの母、シンシアン・パーカーは1836年5月19日に、テキサス共和国、ナバソタ川の水源にあったパーカーの砦に向けられた、悪名高い襲撃の時に捕まえられた。 シンシアンは捕まった時に9歳であり、すぐにコマンチェ族の生活様式に染まった。クアナはペタの粉とシンシアンの間に生まれた3人の子供の総領だった。シンシアンがコマンチェ族の家族と共に25年間過ごした後の1860年12月18日、ピース川沿いの子に宿泳地にあったテキサスレンジャーズの攻撃で白人に取り返された。 シンシアンは悲しみに打ちひしがれ、夫や息子と別れたことで不機嫌だったという。捕まえられた時に幼い娘、プレーリー・フラワーが一緒だったが、それから3年以内に死んだ。シンシアンは何度か、コマンチェ族の家族の元に帰ろうとし、苦悶の年月を過ごした後で、1870年に死んだ。テキサス・レンジャーズは、ノコに、宿営地への襲撃時に、 ペタの粉を殺したと報告したが、クアナによれば、襲撃があって、母が捕まえられた時に彼とその父は遠くに出て、いたので、事実ではなかった。クアナは、数年後にカナディアン側の包みで、父の埋葬を手伝ったとも言っていた。歴史の記録では1874年6月27日に、アドビウォールズで、バッファローハンターたちを攻撃した時にクアナがいたと、されるまで、 クアナの反省はほとんど知られていない。この頃、クアナはアパッチ族との交流があったということを示す断片的な情報が残っている。この交流は疑いもなくペヨーテの信仰を得ることに関係しており、その結果クアナはアパッチ族の女を妻にした可能性がある。この同盟は短命に終わった。証拠として残っている生妙なアパッチ族の服、袋及び杖は、 クワナの青年時代を忍ぶ名残である。バッファローがほとんど絶滅に近くなり、アメリカ陸軍の襲撃のために、馬や住処を大きく失い、1875年5月下旬から6月、初旬の間に、シルトリデに、コマンチェ族クワハダバンドを連れて行くことになった。このことで、南部平原における、自由な遊牧的生活が終わりを告げ、 囚われの生活に対する適応の始まりとなった。バーク・バーネットは1874年にテキサス州南部、現在のウィチタ・フォールズ近くに牛を追っていき、そこで1881年に牧場の本拠を設立した。テキサスでは変わりやすい天候と厳しい干ばつのために草地が枯れ死んでしまった。バーネットと他の牧場主たちが、 コマンチェ族やカイオワ族と会合を開き、オクラホマのレッド側のすぐ北、居留地内の100万エーカー近い土地を借りることになった。クアナは、その生涯で、白人の土俵で、多くの調停を行うことになった。その一つの例が、コマンチェ族の土地で放牧する権利に関することだった。もともとクアナはその同時大臣の多くと似て、イギリス人の放牧のために、 部族の土地を解放することに反対だった。しかし、その立場を変えて、すぐにチャールズ・グッド・ナイトやバーネット家のような、テキサスの牛追いたちの多くと、親密な関係を持つようになった。1880年には、すでに、これら新しい仲間と共に、自身の牛の群れを持つようになった。1884年、クアナの尽力が大きく貢献して、コマンチェ族、 カイオア族及びアパッチ族の土地での放牧権に対して初めて草の使用料が払われることになった。クワナとバーネット家の絆が強くなったのがこの時期だった。バーネットは沈借が終わるまでに1万頭の牛を飼うようになった。バーネットのインディアンの権利に対する感情は強いものであり、彼らに対する尊敬の念は誠実なものだった。 別の牛海王がインディアンと厳しい土地と戦って帝国を築いたところで、バーネットはコマンチェ族のやり方を学び、土地への愛情とインディアンとの友情をその家族にも伝えた。コマンチェ族はバーネットに対する尊敬の印として、彼らの言葉でマサスタ、すなわちビッグ、ボスという名前を送った。クアナは、 白人の生活様式に適応して、オクラホマでも裕福な牧場主になったことで、アメリカ政府指導者の尊敬も勝ち得た。クアナの広々とした2階建てのスターハウスには、7人の妻と、その子供たちそれぞれに寝室があった。自分には、個人的な居室があったが、むしろ質素な方だった。そのベッドの側には、母、シンシアンと 妹プレーリーフラワーの写真があった。クアナのもてなしぶりは、コマンチェ族指導者にもてなされたことのある多くの影響力ある人々によく知られていた。インディアンにしろ白人にしろ、クアナを訪問した人々の中でもよく知られた牛飼いで、ある、チャールズ・グッド・ナイトは面白いことに、ポーチで寝ることを好んだ。クアナの白人の知り合いの中では、バーク・バーネットを、 最良のものに数えていた。私は、良き友人を得た。バーク・バーネットは、心が大きく止める牛飼いだ。私の部族に良い扱いをしてくれる。偉大な男は金にしがみついて死ぬことを恐れるものだ。バーネットは誰でも助けてくれると言ったということである。その後の27年間は、この特別な友情に対して大変多くの、歴史的出来事が起こることになった。 クアナの大きな家であるスターハウスがその地位を表す反転した白い星をつけていることはバーク・バーネットの努力に大いに寄することができる。フォートアースでのファットストックショーやその他の公的行事で多くの選手と共にクーアナが登場したことはバーネットの特別の要請によるものだった。展示されているパレードの槍はこれら大衆の集まりの時に大抵 クアナが持っていたものだった。セオドアル・ーズベルト大統領といった狼狩りは、クアナとバーネット家が共有した特によく知られた出来事の一つだった。クアナの母と幼い妹の意外をテキサスから、オクラホマに移した時、その最終的な墓所を記すために必要な花崗岩の墓石を購入するのを手伝ったのがバーネットだった、ことはあまり知られていない事実である。 著作家ビルニーリーは次のように書いている。クアナは、石器時代の戦士から、産業革命の時代の政治家まで一つの人生の間に通り過ぎただけでなく、彼は、白人と戦って負けたことがなく、コマンチェ族が、新しい生活を始めるための難しい道程を、率いる挑戦と責任を引き受けた。クアナは1911年2月23日に死んだ。 シルトリでの墓地の母と妹の側に埋葬された。その破壊には次のように書かれている。野生のペイオーテ・クアナ・パーカーは、ネイティブアメリカン教会運動の最初の偉大な指導者たちの一人とされている。クアナは、テキサス州南部でお牛に漬かれた後で、ペイオーテ信仰を採用した。この事件は、テキサスにいる母の兄弟ジョン・パーカーを訪ねている時のことであり、 重傷を負った。その傷からの高熱の始まりと戦うために、メキシコ人、クランデラが呼ばれ、治療のために、新鮮なペヨーテから強いペヨーテ茶を準備した。クアナが、ペヨーテに関わるようになったのはこの出来事からだった。ペヨーテは、ホルデナインとチラミンを含み、そのフェニルエチルアミンアルカロイドが組み合わせて摂取された、時に、 自然の強力な抗生物質として機能すると報告されている。クアナは、この神聖なペイオーテという薬品がインディアンに与えられた聖なるものであり、伝統的ネイティブアメリカン教会の薬品儀式において、霊的交わりを行うときに、水と共に使用すべきと教えた。クアナは、ペイオーテの儀式では、半月様式を提唱した。 後にネイティブアメリカン教会運動の初期にクアナと同じ時期に後半に旅したカドデラウェア族インディアンジョン、ウィルソンによって紹介されたカド族の影響により、オクラホマでは十字儀式が行われた。ネイティブアメリカン教会は、末日聖徒教会以外では、キリスト教に基づく最初のシーンにアメリカの宗教だった。ネイティブアメリカン教会の精神性に関するクアナの 最も有名な教えは次のようなものだった。白人は教会に行ってイエスについて語る。インディアンはそのティピーに行ってイエスについて語る。インディアンの歴史で現代の居留地時代はパーカーとウィルソンの努力の結果として北アメリカとカナダの中のインディアン部族と文化の事実上すべてによってネイティブアメリカン教会とキリスト教を普遍的に 採用したことで始まった。しかし、ペオーテ信仰とネイティブアメリカン教会は北アメリカインディアン文化の伝統的宗教習慣ではなかった。この信仰は、クアナの指導で推進され、古代よりペオーテを使っていたメキシコと他の南部部族の影響で推進された。クアナの指導のもとに、ペオーテは重要な交易品となり、 クアナの教会運動や政治と財務上の接触先と組み合わされて、クアナの生涯に莫大な富をもたらした。クアナは、部族の文化を保存した者として、部族の者の,の多くに称賛されたが、コマンチェ族社会の中では批判もあった。多くの者は、クアナが後年にその牧場主としての人格で、コマンチェ族の様式よりもアメリカ人的に服を着て、生活しており、 白人に売り渡したと主張した。クアナは、当時の他のコマンチェ族の大半よりも、白人の多くのやり方を採用したが、常にその紙を伸ばし三つ編みにしていた。また、アメリカ人の結婚習慣に従うことを拒んだ。それに従っておれば、その妻のうち四人を離縁しなければならなかっただろう。コマンチェ族の間のもう一つの論点は、クアナが、 部族の民全体によって一度も州長に選ばれたことはなかったということである。伝統的にコマンチェ族の州長は一人ではなかった。コマンチェ族の様々なバンドがそれぞれの州長を持っており、一人の人間が全部族を代表することはなかった。しかし、それも他の多くのことと同様に距離打ち時代に変化した。クアナの祖父はアイアンジャケット州長であり、 スペインの鎖片びらをつけて、その息で弾丸を吹き飛ばす力があったと言われる、強力な酋長として、コマンチェ族の間で有名だった。クアナの最初の妻は、ウィーキーであり、コマンチェ族酋長、イエローベアの娘だった。彼女は別の選手と結婚していた。クアナとウィーキーが駆け落ちし、他にも、選手たち数人を連れて行った。クアハビバンドの大集団が作られたのは、 この小集団からだった。イエローベアがこのバンドを追跡し、最終的にクーアナと仲直りし、二つのバンドが統合されて、コマンチェ族の中でも最大の舞台が作られた。それから時を経て、クアナは他に4人の妻を持った。子供は全部で25人いた。テキサス北部やオクラホマ南部の多くの者がクーアナの子孫だと主張している。コマンチェ族は、 他の、どの州長よりもクーアナと関係があると言われてきた。孫の一人は、現代の州長にあたるコマンチェ族の議長になった。クアナは、居留地に移動した後、まずその白人の親戚に接触した。数週間その親戚のところに泊まり、英語と西洋文化を学び、白人の農業技術を覚えた。後年、 テキサス州の牛追いチャールズ・グッドナイトと文通を行った。グッドナイトは読み書きのできない人だったが、妻に口述筆記させ、クアナに送付させた。クアナ・パーカー協会は、毎年家族の再会と儀式を行っている。この行事には通常テキサス州、クアナの聖地への巡礼、オクラホマ州キャッシュのスターホームへのツアー、シル、鳥デ墓地での晩餐と慰霊祭。 ゴードダンス、パウワウが行われる。この行事は公開されている。偉大な魂があなた方の小さな町に微笑むように。季節の雨と雨の後の日光の暖かさの中で、この大地が豊穣であるように。平和と充実感があなた方とその子供たちと共に永遠にありますように。ありがとうございます。